はい、今 D です。今日も奈良のヒルクライムです。鹿鳴いてますね。奈良公園にいます。で、今日はですね、奈良県奈良市の、近鉄奈良からすぐのところにあります八伏峠、中でもですね、その隣にある80号線っていうのをぐるっと一周30キロ回っていきたいと思っております。さすがに奈良公園、鹿がたくさんいますけども、ここからもうすぐのところですね。まずはヒルクライム、登りながら、若草山の裏の方をぐるっと一周回ってくるっていうコースになりますね。でカメラの方もですね、前回はちょっとギシギシ言っちゃって聞きづらくて申し訳なかったんですが、今回ちょっとギシギシ言わないと思いますので、しっかりと撮影もしていきたいなと思っております。それでは、奈良ヒルクライム行ってきます。はい、ということで浮き見堂ですね、奈良のこのセブンイレブンを目印に、あとはまっすぐ登っていくだけですね。さあ始まりますよ。なんかね、セブンイレブンに ガチ勢的な人がいて、この後ぶち抜かれんねやろな。恥ずかしいな、さっき言ってほしかったな。今日は鼻水対策にポケットティッシュを持ってきました。完璧。さあ登っております。何度も言いますけども、マイペースで行きます。全部で6キロか7キロぐらいのコース、勾配は変形で8とか、でも最大八伏峠やったら22バーとか言ってた。どうやら後ろまだ来てないみたいですけども、すごい疲れるやろな。言い訳タイムです。今日はね、体がなんかバテてる、そしてケツが痛い。言い訳タイム以上。おーすごい。あー怖いな、車多いから。ここから直線の上り坂が続きます。これ辛いやろな。初めて行きます。頑張れ。山添村の方行きますね。ここを右に曲がれば奥山ドライブウェイですね。でこれまっすぐ行きます。ここは奈良来るという奈良のサイクルコースになってますね。山沿いの方を迎え撃っているサイクルコースです。うわ、もうギアがない。いや怖い。追いつかれるんじゃないか、ないでしょうか。前向いて酸素いっぱい吸って。しんどい。ケツが痛く出しすぎて足はいけるけど、やばいやばいね。今日ケツパッとやってないからな。ああ山綺麗。登山車線が始まる。俺頑張れ。よしよい。ほら行かれた、ほら行かれた。やば、速いなあの人。今時速8キロ。頑張れ、登ってるぞ。これ映像では伝わらんのよね。抜かれたし、喋ってて抜かれて恥ずかしいし、気象話されてるし、抜かれたし。やられた。速え、やべ、速え。あれ見て、 BMC 速え。なんなん。はい、恥ずかしい。喋りながら遅い人がいるって恥ずかしい。ゴールが見えてきた気がします。ゴール来ました。こちらが80号線ヒルクライムのゴールです。やった。そしてこの大和町の看板のところ183号線大前津山の方に行きます。ゴールしてはるわみんな。あ、これやな。じゃあよし。あー気持ちいい下り。痛い、なんか飛んできた。いや喉か、気持ちいい。いやいや、そしてこれまっすぐ行って、なんかグイーンと U ターンのように左に曲がるとこがあるみたいなんで、見てこののどかな雰囲気。ふやー、どうどう、最高じゃない。最高じゃん。どこやろ。あ、ここここ 0.5 キロ先、ここ。あ、ここをねグイーンとグイーンと、なんていうんですか、 U ターンするように左に行くんですよ。皆さん、80号線ヒルクライムして奈良を一周したい人はこの動画を見てですね、道を覚えてください。気持ちいいけど、ここで速報です。足が痛くなってきました。
これはちょっと休憩をしなさいという合図ですね。はあ、喉も渇いたし休憩をしたいと思います。休憩ポイント探そう。はあ、これはね、足というかケツやないたいの。その分岐点あたりでね、のんびりしましょう。ちょっとだけ、よいしょ。あ、いいわいいわ。ここにしようか。はあ、今です。85歳ヒルクライム、足つかずに登ることができました。ここからですね、ぐるっと裏の道を戻ってね、須山の方に、そして中津川に出て、般若寺の方に戻っていきたいと思いますので、ちょっと休憩します。はい、ちょっと休憩ね、しまして、復活ですよ。喉の渇きも癒しまして、見てこののどかな風景。しばらくこんな風景で登ったり下ったりするみたいですね。のんびり行きましょう。さっきの85線はヒルクライムとしては結構奈良では有名みたいで、今日も登ってる人いましたし、でなんとかかんとかですけども、今と今足をつかずに登れて、まあ、結果ね、楽しかったなって思いますね。あの道、皆さんここへ来たらこれ目印ね、この分かれ道右です。右らしいです。行きましょう。そして右は少し山エリア登っていきます。登りですね。よいしょ。はい、またヒルクライム始まりました。どこまで登んねん俺。まあ体が冷えてきたからちょうどいいや。よいしょ。うわ、帽子のつばが汗でびちょびちょ。おい、あそこまでかな。あそこまででやってくれ。うわー、すごい森林、森林浴。ほら、杉かな。花粉症の人要注意。はい、ということで般若寺の方まで帰ってきました。こっからね、ちょっとね、奈良くるの方を走りながら、コーナーの方に行っていきたいと思いますので、今日はね、この辺で今 T ヒルクライム終わりにしたいと思うんですが、80号線、奈良の初心者ヒルクライムコース1周約30キロ、非常に楽しかったですということで、皆さんもね、機会があればね、行っていただければと思います。皆さんもぜひお試しください。それではまた。